今の、あの状態で言うと、もう股関節がもう全然稼働してないんで、ね、はい、じゃあ痛いっておっしゃるのも拳1個分ぐらいですね、うん、こちらもこちらもちょっとだけ上がるかな、うん、そうです、うん、拳2個分ぐらいかな、はい、ここで止まりますもんね。硬い、ね、痛いところを見つけて今撫でていってます。筋肉を緩めてます。いいですね。すごいむくみがすごいですね。もうね。なんですよ。もう本当に状態はどうですか。指先で感じてる筋肉の硬さが和らいでくるのが感じれるので、あの指先のこのセンサー的には今変化が少し出てきているので、全体的にもう少し。もう一段二段柔らかくなると思います、うん、筋肉を緩めたらやっぱ関節を動かしていかないといけないんで、今ちょっと緩めただけで痛がらないの分かります？痛いって言わへんね。これだけも緩んできてるんで、ここまでこれ、ね、そうそう、で上げるのが足伸びてきましたね。お膝がね開いてたのも伸びてきたんですよね。もうだいぶ伸びましたね。こんなふうに伸びてた。先乗せた時にキュッて緊張しちゃ、ね、しちゃったんで降りたんやけど、今乗せても緩んだままなので、わかる？緊張するね。ふわふわでわかる？おお。うん、痛まってないよ、今、ね、痛まってないって、うん、痛まってない、そのすごいね、うん、ちょっと足首、あ、足首はこれはね、まだ今からなんだけど、まだちょっと可動域がある分助かります。かかとと股関節ってここすごく関連深いんです。でこれ今足首が動くんで、かかとを調整し合い、まだできる、あのカチンコチンだとはね、ちょっと、難易度が高くなるんですけど、まだちょっとだけでも動くんで、今からちょっとかかとを緩めます。そうすると股関節が上手に緩んで動きやすくなるので、何か、あの、股関節ってお話ししたのになんか足元ばっかり触ってるってね、見えるかもしれませんけど、そこにね、ちゃんとね、あの、意図があるのでね、ちょっとここ緩めていきますね。ここまで。私はそれをするのに肩にかかって下の方の下着を引っ張るのに、ね、もう大変。ここまでやろう。よかった。こんな動くでもこんだけさっきより動き出したわかる。すごい、こんだけ動き出した、すごい動く、はい、痛まらってない。でも痛いって言わないもんね。普通ないよ。普通だったらそうって、もういいちょっと触っただけで痛い痛いよ、ね。うん、次は持ち上げれるようになったので、膝の関節を今からちょっと、はい、稼働させていきますね。曲げ伸ばししていきますね。ほら、分かった。ほら、戻ったけよ。ダメ。ほら、戻ってる。いてる。次、股関節。こんなにすごく痛い痛いって言わないで。言わないよ。めっちゃ動きますね。めっちゃ動きますね。最初ね、拳1個上げるのも大変やったけどね。動きます、うん、だって本当に下の方を引っ張り、お母さんちょっと重さ、普段のなんていうの、重さよりまあ軽く動かせるのを体感してもらうと。おお、どう、軽さ。もう、あ、上げるの大変で、こういう風にしてね、そうしなきゃならなかったの。でもね、こういう人は上がるんだもんね。上がるんだね。体ね、随分なくなりますよね、解除するのもね。あら、麻痺は最初どっちっておっしゃったっけ。麻痺は最初は右で、2回目の時が左になった。うん、両方麻痺しちゃった。その1回目と2回目で、両側ダメです。両側ダメになっちゃったよね、うん、こっちは膝が曲がらないわ。全然曲がらない。
膝がもう曲がってすごい曲がって曲がってきたよ。すごい。普段はこんなに曲がんない。曲がんない。すごいよ、うん、こんなに動くなんてもう初めて見た。先生お帰りになったらまた重くなるんですかこれ。まあそれに関しては普段の生活のあり方があるんで、でもこの緩んだってことは改善する希望なんですよ。何しても良くならない。例えば今日接続寄せていただいて何も変化出なかったら、僕の力量が少ないか動作の難易度が高いかなんですよね。でこのように変化が出せるということは健康の一歩階段上がれてるんです。で階段一歩上がれるということは2歩目3歩目の健康の階段が上がれる希望の一歩目です。まず一歩がないと2歩目ないんで、そう思ったらお母さん明日からのね介護にこう希望を持っていただきたい、はいはい、撫でてあげるとかね、こうなんかポイント的にかかととかね、何かしらのこうヒントがあればそれを使っていただいたら変わっていけると思うので。上がってきたね、はい、これだけやれたらさ自分だって軽く吐かせられるよ、ね、もうデイサービスに行って帰ってくると、寝せるまでしてくれるんですよ、うん、その時に、ズボンをここまで下げてくださいって頼む。あ、お願いしてね。お願いしてここまでズボン下げてもらう。これ下げるのがものすごく大変だ、ね、と思うわ。さっきまで横でこう曲げてたのが次縦でこう曲がるようになってきましたね。ねえ、はい、ということは、ね、車椅子に乗せるときも楽になる、ね、まっすぐね。なので随分と、ねね、細くなったような気がします、はい、ね、ちょっと普段触ってるんで本当に細くなったね。真っすぐになったほら、ここはまだこの辺あたりがすごく遅くなったような気がする。血流良くなったんでしょうよ、うん、まだまだお父さんの体には良くなっていくっていう可能性がまだあったところですね。ですよね。緊張するんですよ。そうですよね、真っ暗ないと緊張するから。ちょっとだけ今この隙間がねちょっと空いてるんですよ。常にそうだから、はい、ちょっと枕しないと、はい、ありがとうございます。これも首が気になる。背骨もここも曲がりすぎてですね、なのでこれをちょっと緩めるとちゃんとベタッとつけるんですね、うん、なのでじゃあ一旦ここ僕は置いたまま行こうかな。はい、じゃあ首の前に背中と肩甲骨を緩めていきますね。よいしょ。これでも大丈夫です。もう頭ついた。ついた。もう入っていかない。8箇所、ね、狙って緩めたら首の緊張が取れたので、ね、もう枕しないと緊張するから、うん、すぐ枕入れてあげないとですよね。はい、じゃ首だけの問題でなしにね、背中側のね緊張もすごく影響出てたので、うん、ここら辺をよいしょ緩めていきます。なるほど。肩の骨がコクコクと動き出してくれたんで、まだちょっと変わりそう、うんうんうん、まず頭をつけるってこと自体びっくりしてますね。変わるね。力込めてグリグリやってます。うーん、普段よりはですよね、うん、普段よりね。痛いっておっしゃらないですね。逆にリラックスして、ね、息遣いがでリラックスしていただけてるので、今まあ、筋肉緩みやすいね、うん、こう緊張してると硬くなっちゃうんで、うん、ここは背中とつながってます。あ、で僕はずっと緩めなかったなっていう肩甲骨とつながってるので、触れると痛がってて緩めようとするんやけど緊張しちゃうんですね。硬すぎて、硬すぎて。
で、この肩甲骨と関連してるここを緩めると、関節的に肩甲骨の周辺筋肉が緩むんで、お父さんも楽ちんやから今息遣いが楽な、ね、母が言わなくなって、まあ、背中に効かせてます。わあすごい、まっすぐでもほら頭ちゃんとつけられるじゃん。もうリハビリの先生にいくらしてもこれはつかなかったんです。あ、つかなかった。今ちゃんとつくようになった。つくね、つきますね、これ、ね、はい、ちゃんとついてる。あ、よかった。今のまたこの形に馴染んできたら、また柔らかくこうなってね、うん、しっかりこうね、つくようになってますから。体楽になったね、ほら、はい、ね、楽になったよ、本当に動きが痛い痛いって言わなくなったね、うん、うん、ね、ママ楽になってよかったね、お父さん。よかった、よかった、よかった。足も細くなったかな。なんか細くなった感じ。なったよね、最初ちょっと、すごいもうパンパンだったんですよ。パンパンやったもんね。この上からでもね、そのパンパン感が伝わる感じだったけどね。あと足まっすぐなったね。ちょっとこっちから見てみて。そうです、はい、それはそうです、本当に。こうだったのが、ただまっすぐ、ね、で、膝頭が天井側に向いてるでしょ。そうですね。で、最初こう横に向いて、ね。はい。で、横で向いてあまま閉じることはできたけど、うんうん、今上を向いてちゃんと閉じれてるの で、ね、それはちゃんと股関節のね位置が正しいね、状態にだんだん近づけてる一つの目安でもある。はい、うん、よかったね、よかったね、はい、